ないよね。寒いよね。だからちょっとやだ。ユマルはちょっと NG。先輩がとしーちゃん。あ、キャリーちゃんいい。キャリーは好きだったけど、うん、本当に気持ち悪いなと思っちゃった。あ、メロチ。あ、メロチが好きな。あ、分かった。このじゃあメロンちゃんが私の推しなの。でもキャリーちゃんはなんか性格悪そう。こういうサムネの子だよ。悪くない。悪くないの。いやだ。あ、フラカップありがとう。誰かバイチャレしませんか。そうなんだ。私の推しはね、メロチなの。うん。あ、ミホちゃんありがとう。キャリーちゃん可愛い。キャリーちゃん可愛いよね。あの配信会とかで遊んだり。仲いいの。じゃあさ、まゆちゃんがさ、嫌いな女配信言えないけど教えて。いや、言えないよ、それはもう。もう名前出しちゃいけない。名前出しちゃいけない人かな。苦手系。うん、まゆちゃんでも結構さ、私まゆちゃん好きよ。だからもう、かわいい。何あんちゃんがめっちゃずっと気に入ってる。本当にそう、言ったよね。エンディにも、まゆちゃんかわいいって。でもね、エンディさん結構私のことディスるんですよ、でも。あ、ミーコ、ミーコは NG でしょ、誰ミカ、腹黒いとかさ、言うじゃないですか。なんてまゆちゃんのこと。まあ確かに。配信多すぎんじゃない。いや俺、まゆちゃんと配信外で食事したことないから、まあね、食事ってか別に食事しなくてもいいけど。私、エンディに全部言っちゃった、今日初めて会って。でも俺、配信外で腹黒いとか言ってないよね、まゆちゃん。言ってない。だから、エンディって、配信外2時間しゃべったけど、まゆちゃんのこと1回も腹黒いって言ってないよ、ね。私、エンディってまゆちゃん好きなんじゃないさ。あ、まゆちゃんいい子も、嬉しい。配信上しか会ったことないけどって言ってた。あ、これ私、エンディは悪く言わないよ。配信女性は悪く言っても、うん、配信外は悪く言わない。言わないね。言わなかった。うん、私は全部エンタメっていうか、全部言っちゃったけど。10個ないっす。エンタメっていうか、だって実際、まゆちゃんと配信中しか会ったことないから。まゆちゃんは、私、すごい抱きしめたくなっちゃった。10個見っちゃう。韓国の時に、なんか、まゆちゃん。差し込み、差し込み。あ、30秒で誰か、誰か差し込んだ。10個見っちゃう。45点。見っちゃう。配信引退するか、俺。バイ出てほしい、みんなで10個来た。日韓爆弾が来た、みっちゃん。ナイス。1万5000で奥の声に立っていいですか。10個勝ちたい。よしよし。稼げんのかな。よし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 。みっちゃん、ありがとう、ナイチュー、たくめちゃん。ラブチン。あ、勝ちました。エンディが見てくれるから。勝ちました。あーありがとう。ラブチン、チンチン舐めさして。ありがとう。今日はどういう予定なんですか。ありがとう。今日はパンちゃんとエンジさん、どういう予定？飲み腐れる予定だった。そう、さっきまでね、もう一人いて、ね。で、まだ長飲みする。一人帰った感じ。そう。うん。で、まゆちゃんが配信してたからコラボに行った。うんうんうん。なんか電話しようみたいな感じになって、うちの枠で。No. うんうん、あ、なるほどね。コラボ枠やってたらコラボの方が絶対いいじゃん。そうそうそう。ね、やってて、まゆちゃんやってたから。パンちゃん弱いよとか言って、こっち帰って。まあ、私、だから、まあ、投げてないだろ。あと20分後にちょっとおかんが来るから。おまけだよ。で、なんか、そう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 。え、おかんと配信じゃあ、バトル私に負けたから何時に行けばいい。いや、バトルじゃなくて何時に行けばいい。あの、実はカシンくんって知ってます？まゆちゃん。誰、まあ、カシンくんって私、運転手がいて。カシンくんが、カシンって信用障害者。あの、24時間待機してて、うちの家の前で、車で。うん、だから、いや、そいつってこと持ってきてくれる？こっちに。あ、今、お店なんかなんや。え、カシンくんって人、何、あの、運転手なの？ちょっと、こっちによこしてよ。マイちゃん、マイちゃん実行。いや、マネージャーですよ、マネージャー。いや、マイちゃんの、だって、ラジコンなんでしょ？だから、それにどれかやってもらう。
甘えていいか甘えていいか。いや、うち汚いけどな、汚いからな。カシカシって誰知らないんだけど。え、なに、どっかのまえちゃんちじゃない方がいい。ちゃんとかインディさんちとかじゃないんだね、じゃあね、そこらへんの。うんうん、なんで立川に、立川に今は立川に行くよ。私、地元立川なので、ちょっと、あの、折り返しますじゃん、ね、ちょっとそうそうそう、あ、たぶんコラボする。電話して、電話からコラボ。こちら、バトル、うん、あ、パンちゃん、エンジさん、ありがとうございます。了解。これ、エンジの、いや、私もパンちゃん会いたいんですよ。でも、まゆいちゃんに私は会いたいんだけど。会いたい、本当に会いたいよ、ね、え、じゃあパンちゃん、ちょっとまた、あの、折り返します、コラボ。みっちゃん、爆投げナイスでした、みっちゃん。ありがとうございます。いや、私、パンちゃん好きだよ。実は、パンちゃんと、あの、匿名で、あの、文通してるからね。みんなにバレないように。こう、いいじゃん、こう。ズバッとしててさ。ただあと20分後に来るからね。やべ、お米がまだあと40分後だ、炊けんの。イベント終わったらに、だってほら、カシンくんとも、だってさ、カシンくんとも会うけどイベント中だよ。ダメなんかな。うん、うん、そうそうそう、はっきりしてて、私はパンちゃん好きなの。え、やだな、でもパンちゃんとコラボしてパンちゃんにヘイト向くのやだな。うん、うん、いや、私、あの、言われても別に傷つかないよ。そう、あ、そうなんだ、ゆまりとパンちゃんは喧嘩したって。そうなんだ。うん、あ、ごめん、ちょっと待って、 LINE 来た。今、おかんがスーパーで買ってるから、じゃあ私、ちょっと、広角やります。じゃあ作るか。とりあえず卵焼き。あ、ごめん、ちょっと待って。急げ。そうそう、プチューンイベント出てます。これプチューン出してみたい、プチューン出してみたいよ。じゃ、卵3個卵
子さん子。今当たった人いた？マジかよ。ちょっと待って、他の携帯で見ようか。あ、忍法さんやってる。忍法さんに後でバトル挑む。で、忍法さんに勝ったらコラボしてもらおう。忍法さんに勝って後で挑みます。いいな、プチン当たった人。うん、え、何今回初？ちょっと待って、見てない。いや、もうずっと死んだように寝てた。死んだように寝たら元気になった。12人っていうのはそれ過去じゃないの？過去、今までのとかじゃなくて今回だけで12人。そんなに出てんの？なんで私出ないんだ？じゃあ、うん、プラチナプラスの戦いになるんですね。最近ニッポさん見てないな。でも卵焼きうまいから見てて、教えてあげる。この前油が多すぎたんだな。この前よりなんか上手かも。あっちゅ。
かっこいい。半熟すぎたかも。半熟すぎ。あ、いいじゃん。綺麗じゃないですか。綺麗にできた。これをこうやって切ればいいんだ。あっち。そう、私器用だから。で、きゅうり。充電ない。いや、だし巻き卵じゃなくて、ほら、あの巻き寿司に、ま、巻くから、うん、そういや、リスナーさんがさ、いくら買ってき、あのプレゼントしてくれたから、まあ、せっかくだから食べようかなって。どうやって切る？キュウリどうやって切る？どうやって切る？あ、みほちゃんおはよう。そう、手巻き寿司用のキュウリどうしよう。なんかこういう感じ？こうだよね。こういう感じじゃない？こんな感じかな。なんか酔ってたな、パンちゃんとエンディさん。ふわかとありがとう。私パンちゃんにね、会いたいんだよ本当に。パンちゃん